皆さんこんにちは、ダイスです。今回は妖怪ウォッチ4をやっていきましょう。あやめちゃんの助けに桜第二中学校の体育館に行きます。ジョローグモ戦のために玄武方程符を取ってきた後です。うわジョログモの容器が前より強くなってる。このままじゃあやめさんが入り口に蜘蛛の糸が。トーマ頼む、僕に任せて。どうなるのかな。我に力を。おっ、しょっぱな憑依すんの。玄武剣山すごっ。おお、うん、雲の糸が消えた。よし行くよ。あ、これすごい。行こう。なんかすごいことに、すごいことになってるんですけど。蜘蛛の糸だ。え？うわー、え、逆サイドも？アイテムとかないですよね。あ、行けなくなってる。私に食べられたくって戻ってきちゃったのかしら。危険だって分かってるくせに、ほんといけない人たち。ジョログモ、そこまでだ。おい、少々羽目を外しすぎたな。うちの生徒を返してもらおうか。お、先生モード。やれるもんならやってごらんなさい。憑依玄武。言われずともそうさせてもらう。お、ハリヤ君。何？着地かっこいい。坂見君。坂見君。このジョロウグモ様のしもべをよくも奪ったな。愚か者め。黙れ無礼者。許さんぞ。おお、バレるよ。この俺をしもべ扱いできるのはこの世に一人、我が姫だけであるぞ。嘘、坂見くんが酒呑童子。酒呑童子様、申し訳ございません。我が主、お助けするために人間の力を借りました。ふん、構わぬ。思い知るがいい。今の俺はただこの目障りな雲を始末することしか考えられん。自分の状況よくご覧なさい。そんなボロボロの姿で私が倒せるとでも。覚悟しなさい。状況は分かってないのはそっちでしょ。うん、お前の相手は一人じゃない。俺たち妖怪探偵団も戦うぞ。行くぜみんな。あやめさんの体返してもらうぜ。万死に値する。貴様のような醜悪な者が姫になりすますなど、万死に値する。飛んで火にいる夏のガキが。え、どいつもこいつも身の程知らず。飛んで火にいる夏のガキって言われた。そんなに死にたくかかってきな。私が残さず食べてあげるわよ。これ酒呑童子も一緒に戦う系なのかな。あやかしの雲姫、ジョロウグモ。レベル上げてきたんでとりあえず大丈夫と思うんですけど、わかんない。お前たちも食っちまうよ。よし、ちょっとだけレベル上げてきました。多分大丈夫だと思うんですけど。ここは、どうなんだろう。おー、範囲攻撃だ。あ、消えた。
わあ、え、ここ当たんないと思ったのに。鬼の力を。手じゃないし、霊界でやりたい。お、喉乾いちゃって、もう入れなさい、イケメンたち。ショーン、ユート、ジョニー、長谷川、長谷川、あ、これ取れるんだ。長谷川、早く外れる？外れそう？長谷川外れる。いけるかな？この件に参ります。パーフェクト。またの鳥居をお願いしております。おお、あ、削れる削れる。あ、やばい、動けなくなってる。ん、ちょっと待って、見えないんだ今これ。復活しないと。まずい、変わらないと。あきのりくん、チェンジだ。よっ、わかんないんだけど、これイケメンたち取れないのかな。スコット。で、ね、またその何な、あの、なんかどういう格好どういう格好してるの。助かったぜ。黒いか蝶みたいなのが飛んでくるの結構厳しいな。あ、やばい、取れなかった。でも2個だけ。交代したいんだけど。あ、ジュニアが必殺ゲージが止まってる。これどう？本気を見せた。あ、取れないや。
時間がない。
もうギリギリ。なんかさっきから長谷川が取れてるんだけど長谷川が取れてる。助かったぜ。幸運を祈ってる。じゃあな。まあいける。ハッピーサンキュー。何をする。やめてくれ。よし。鬼の力を。頑張れそう。うわー動けん。きた。うわーよかった。ミッション、すごい時間かかった。やっぱレベルもうちょい足りん、足りんだ。推奨レベルっていうんですかね、おすすめがね23だったんですよ。足りんかった。うん、あやめさん、あやめちゃんしっかりして。あやめさん、ジョログマを倒したよ。ちくしょう。目を開けてよあやめさん。憑依の時間が長すぎたな。もはやあの娘の魂は燃え尽きている。は、嘘でしょ。そんな、そんな、こんなところで死んじゃダメ。あやめちゃん生きるのよ。お願い、戻ってきて。え、夏目ちゃん。夏目、この力は。あきのりくん、みんな、あやめさん、私ここで何を。あやめさん大丈夫だよ。あやめさん、もうあやめさんを苦しめる奴はいないから。おお、主天道寺様、あの力はまさかそんなはずは。引き上げるぞ洞穴。今は我らも傷を癒さねばならん。教員に。それじゃあやめちゃんの回復を祝っておめでとう。ありがとう。みんな助けてくれてありがとう。それと本当にごめんなさい。まさかジョログムがずっと私に取り付いていたなんて思わなかった。いやいや、覚えてない方がいいですって。そうにゃん、あやめは何も悪くないにゃん。でも、でも私これ以上探偵団にいる資格なんてないよ。たとえ私が覚えてなくても悪いことをしたのに変わりはないもの。それにまた何かに取り憑かれてひどいことしちゃうかもしれない。だから、あやめさん、また助けるさ。何度だって助けて、俺があやめさんを守ってやるから。探偵団やめるなんて言うなよ。あきのりくん、うん、みんなあきのりと同じ気持ちだよ。これからも一緒に妖怪探偵団やっていこう。ありがとう。みんなありがとう。私みんなと友達で嬉しいな。うん、妖怪探偵団再始動って感じだね。これにて一件落着。大丈夫。夏目、うん、大丈夫。
なんだろう、この感じ。全てを奪われた。多くの兵が散り、多くの民が犠牲となった。わらわの愛する者全て、奴はその全てを奪っていった。信じていた、わらわが愚かだった。黒い太陽、貴様は絶対に許さぬ。たとえ我が命尽きようと、貴様だけをわらわが消し去ってやる。今の夢は黒い太陽。泣いてる。第7章、妖怪たちが住む世界。ねえ、あやめさん、体はもう大丈夫？おかげさまで元気いっぱいだよ。うん、よかった。なんともないようで安心したよ。あやめさん、何かあればすぐ僕に呼んでください。たとえ地球の裏側だって飛んでいきますから。かっこいいぞ。ありがとう。おお、デリデリしてる。ダジーリブ、キモい、かっこつけすぎだぜ。何を言ってるんだい、ジュニア君。僕は前からこんな感じじゃないか。ダジー、チータンの攻撃全然効いてないだぜ。それにしてもあの時の夏目はすごかったね。一瞬であやめさんを助けるなんて、妖怪ウォッチにそこまでの力あったかな。ねえねえ、私もあの時のことをあまり覚えてなくて。夏目ちゃん、一体どうやったの？ん？夏目？え？ま、何の話だっけ？あれ？なんか、今日ぼーっとしてるね。どうしたの？ちょっと気になることがあって、昨日の夢のことなんだけど。変な夢って見るときあるよね。俺なんか昨日犬になった夢見ちゃってさ、犬時間。もう今大事な話してるから。すいません。すごくはっきりした夢だったの。その夢の中で私は一人ぼっちで、そこは知らない場所のはずなのに、どこか知ってる気もして、自分でも感じたことのない激しい怒り、それを何かにぶつけているの。なんか怖い夢だな。うん、その何かって。黒い太陽。黒い太陽、なんじゃそら。わからない。だけどそれが何なのかも私は知ってる気がする。なんだか誰かの記憶が頭の中にあるみたいで、ちょっと怖くなっちゃって。もしかしてあやめちゃんの時みたいに私にも何かが取り付いているのかなって。夏目ちゃん、どうかな。じゃあその黒い太陽について調べてみようよ。もしかしたら夢の原因がわかるかも。そうだね。みんな、でもただの夢かもしれないし。おいおい、もっと俺たちを頼れって。それくらい解決してやるぜ。うん、それに困ってる人を助けるのが探偵団の役目だからね。うん、
私も手伝うよ。もしかしたら何か力になれるかもしれないし。ありがとう。へへ。よっしゃ、じゃあまず黒い太陽ってやつから調べてみるか。もしかしたら妖怪に関係することかもな。まずはおばばに聞いてみようぜ。はい、ということで夏目ちゃんの謎の夢について次回追っていきたいと思います。第7章入りましたね。楽しみ。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!